どうも、片岡学徒です。今回は一般的には痩せる運動と考えられているけど、実際はそんな効果がない運動を発表したいと思います。それはスクワットです。以前僕、スクワットについて話したんですよ、実は。スクワットは痩せる運動ではない。それだけで痩せるのは難しいと。で、そこにこんなコメントがついてて、バーベルスクワットではどうでしょうか。で、バーベルと使う方が使う前が基本的にスクワットに痩せる効果がないのは変わらないんですよね。そもそも人間って部分痩せしないので、スクワットをしたから、つまり下半身の筋肉を使ったから下半身の脂肪が落ちるというわけではないんです。お腹の筋肉を使えばお腹の脂肪が落ちるというわけでもないですしね。人間は部分痩せはしない。つまりスクワットをしても特定の脂肪を落とすことは難しい。で、まあ、痩せるかどうかって摂取カロリーと消費カロリーのバランスで決まるんですけど、スクワットによる消費カロリーってそこまで大きくないんですよね。例えばバーベルを担いだとしても、有酸素運動よりも下。で、そもそも消費カロリーを増やす以上に、ほとんどの人で太ってる原因って摂取カロリーを取りすぎていることなので、食事内容を見直さずに摂取カロリーが高いままで、多少運動して消費カロリーを稼いだところで痩せることはまずないです。なので、スクワットをしても痩せるのは無理でしょう。まあ、スクワットに限って話しないんですけど、痩せる運動を紹介する人が多すぎるんですが、痩せるかどうかは繰り返しになるんですけど、摂取カロリーと消費カロリーのバランスで決まるんですよ。まあ、いくら運動しても食べ過ぎたら痩せない。それだけなんです。だから、痩せる運動ってのはそもそもおかしいんですよね。食事について何も考えてないんですから。なので、まずは食事内容を見直すようにしましょう。で、この話をすると必ず勘違いする、早とちりする人がいるので補足しておきたいんですが、僕はスクワット単体に痩せる効果はないと説明しているだけで、ダイエット中にスクワットをやるべきではないとか、やる価値がないとは一言も言ってないです。ダイエット中、つまり食事内容を見直して体重を落としている最中に、スクワットをすると、体の筋肉量をキープすることができるので、脂肪を効率よく落とすことはできます。つまり、スクワット単体にダイエット効果はないんですけど、スクワットはダイエット中にやる価値があるんですよ。まあ、例えば、魚をさばくときにベストな方法って包丁を使うことじゃないですか。でも、大根おろしを作るときに包丁でやるのは無理がありますよね。いくらあんなに細かく切ることはできない。で、逆に大根おろし、おろし器を使えば大根おろしは簡単にできるじゃないですか。でも大根おろしのこのおろしで刺身を作るのは無理ですよね。魚をさばくのは難しい。絶対細切れになっちゃいますから。つまり使いようなんですよ、ものは。刺身を作るのにベストなのは包丁。大根おろしを使うのに作るのにベストなのはおろし器。これと同じで、体重を落とすのがベストなのが食事内容の見直し。カロリーを抑えること。で、筋肉を維持するためにベストなのが筋トレとかスクワットなんですよ。要はそれぞれの使い道、メリット、デメリットがあるので、それらを上手に使い合わせる、組み合わせることが大事だということです。食事内容を見直してスクワットをすること。これは全然 OK。むしろ推奨です。食事内容を見直さずにスクワットをするとか、筋トレをせずに食事制限だけするのが NG ということですね。まあ、ダイエットは基本的に食事内容の見直しと筋トレがベストであって、それは食事内容、筋トレ、それぞれに特別な効果があるという話じゃなく、どちらか一方だけやれば OK という話じゃないということです。